完成です。はい、どうもカフェ&バーポックのなりです。今日もフライパン一つで、つまりワンパンでパスタ作っていきたいと思います。今日のワンパンレシピは超シンプル、基本のペペロンチーノ。誰でも作れます、誰でも作れます。それではやってみましょう。レッツワンパン。はい、じゃあ今日も材料の紹介をしていきたいと思います。まずはじめにニンニク 10g、 だいたい2から3かけぐらいですね。オリーブオイル 30cc、 鷹の爪1本、塩 2.5g、 お水 400cc、 パスタ 1.6mm で 100g、 パセリ少々、引き胡椒少々。はい、こちらのメンバーで今日はお届けしていきたいと思います。それでは早速調理していきましょう。はい、それではニンニクをカットしていきたいと思います。今日カットするのはね、ニンニクだけになります。ニンニクは今日はみじん切りにしていきます。それではまず皮を剥いていきましょう。はい、それではみじん切りにしていきたいと思います。縦に線入れて、横に線入れて、ボボボボボって切っていくやり方でやってます。はい、カット作業終わりです。それではここから鍋を使った調理に移っていきましょう。はい、それでは鍋を使った調理に入っていきます。まずはじめに先ほど切ったニンニクを投入します。オリーブオイル 30cc を入れます。次に鷹の爪を入れていきます。半分にして入れました。それでは火をつけてソテーしていきましょう。最初はね、強火で大丈夫です。ふつふつしてきたら、中火に変えましょう。ゴムベラとかがねあると便利なんで、もしなければ100均とかでも売ってるんで買ってみるのもいいかと思います。はい、じゃあ早速ふつふついってきたので中火に戻してかき混ぜていきます。全体にまんべんなく火が行くように回しながらソテーしていきましょう。少し色づいてきたら火を止めちゃって OK です。このぐらいの色で火は止めちゃってます。それではここに水 400cc、 そしたら沸騰させていきます。今入れたね、塩がめちゃくちゃ重要なポイントになってます。ペペロンチーノの味付けはほぼニンニクとオリーブオイル、あと鷹の爪の刺激、それに加えてベースとなるのは塩になりますんで、この塩の分量を間違えると美味しいペペロンチーノはできないです。でかつワンパンレシピはこの塩を入れたお水の中で麺を茹でて、そのまま茹で汁を全て吸収した麺でペペロンチーノを作っていくので、ここの塩っていうところがねかなり重要なポイントになってきます。実際今回みたいに 2.5g っていう形でやっていただいて、もしそれで自分の好みに合わなければ足したり引いたりしていけばいいと思ってますんで、まずはこれでやってみていただけると嬉しいです。ででーん、めちゃめちゃ沸騰してます。したらね、パスタ入れていきましょう。今日のパスタはですね、ディチェコの 1.6mm、
こちら9分茹でるパスタになりますので、いつも通り1分マイナスの8分で茹でていきます。そしてこれまたいつも通り半分に折っていきますよ。せいやとはと8分ピ麺を入れて再度沸騰してきたら、ここはもう強火じゃなくて弱中火にしちゃって OK です。そしていつも通り麺がくっつかないように混ぜていきます。たまにねこうやって混ぜてあげないと麺がくっついてしまうんで、混ぜるっていうのもしっかりやっていきましょう。残り3分の状態の現在 Now です。まだまだ汁がいっぱいあって麺も隠れてる状態ですね。はい、ラスト1分ですね。今こんな感じです。だいぶ水の量も減ってきて、上の麺は完全に出てる状態なんですけども、ちょっとまだ少し量多いかなと思いますんで、強火にして混ぜていきたいと思います。ペロンチーノはね、乳化させるというのがものすごく大事で、乳化っていうのが、油とお湯を一体化させるみたいな感じなんですけども、ワンパンでやるとそれがめちゃめちゃ簡単なんですよ。自動でそれができる。だからペペロンチーノは結構ワンパンパスタで向いてる方だと思うんですよね。はい、タイマー鳴りました。今こんな感じです。もうほぼ汁っ気ないですね。よし、そしたらここにパセリを適量入れてきます。で火止めちゃいましょう。で混ぜて混ぜて混ぜて、では盛り付けに移っていきますよ。上から巻くように落とす。パスタはね、巻いて落とすことによって厚さを中に封じ込めております。最後に香り付けで胡椒を少し振っていきましょう。はい、そしたら完成です。超シンプルペペロンチーノです。では早速食べていきたいと思います。いただきます。うまそう。うまい。めちゃめちゃうまい。これうまいっすね。しっかり乳化させてるんで、ソースが麺に絡まってる感じと、あと塩の分量もちゃんと入れたんで、麺に味がしっかりついてます。ペペロンチーノは味のノリがめちゃめちゃ大切なんで、そこだけはちゃんと分量測ってやっていただければと思います。ニンニクの量とかね、好みになると思うので、もっと増やしたいとかもっと減らしたいとかいう方々は、好きに全然増やしたり減らしたりしていただければいいと思いますし、鷹の爪もね、ちょっと辛かったなと思う方は減らせばいいと思いますし、一旦こちらで作っていただいて、そこから塩だったり鷹の爪だったりニンニクの量っていうのを調整していただくと、自分の一番好きなペペロンチーノ作れると思います。ぜひね、皆さんこのペペロンチーノ作ってみてください。チャレンジしてみてください。もし美味しいのできたよっていう方いらっしゃいましたら、コメント欄にいただけるとめちゃめちゃ喜びます。絶対返信します。どうも、そしたらということで、今日のレシピは超シンプル基本のペペロンチーノでした。皆さんご視聴ありがとうございます。いい一日にしてくださいね。ありがとうございました。チャンネル登録をしてね。